誕生日に贈る言葉。3月25日生まれの自由を愛するあなたに。キキ物語。3月25日生まれのあなた、お誕生日おめでとう。この日に生まれたあなたはカリスマ性があり、若々しく情熱的です。そんな特徴を備えているので、大きな困難に直面した時も理想を失わず前向きでいられます。お羊座らしく大胆で率直、積極的で様々なアイディアを生み出します。しかし本能の赴くままに行動してしまう傾向があるので、何かに熱中するあまりに我慢することができない時もあります。そのため計画も立てずに衝動的に決断を下してしまうことがあります。責任感を持つこと、慎重に思慮深い態度を取ることが成功の鍵です。あなたは個性豊かで独特の芸術的、創造的な表現方法を持っています。肩にはまらず進歩的で、人とは違う興味関心を持っています。気さくで社交的ですが、責任感が薄く、人と違うことが好きなので協調性に欠けるところがあります。しかし絶えず変化を求めているので、他人の感情を無視して反抗的な態度をとって時間を無駄にするのは避けたいとも感じています。25歳までは情熱的で大胆、自由奔放です。太陽が牡牛座に入る26歳の頃、地位や安定、経済的な保障を求める気持ちが高まります。次の転機は56歳になってから、太陽が双子座に入る頃に訪れます。興味の範囲を広げたり、新たな研究分野に取り掛かることに関心が生まれてくるでしょう。3月25日の誕生花は柿つばた。花言葉は幸せの誓い。ラムサからの今日のメッセージ。あなたが肉体に基づいたアイデンティティではなく、霊的な存在として自己を見つめるのならば、あなたはお金のために働くのではなく、あなたの内なる精霊の自由のために働いているのだ。それはあなたの内なる精霊を権限するための最も確かな道である。それではあなたにとって大切な今日のこの一日、健やかに過ごせますように。